酸っぱい食べ物、辛い食べ物、気持ち悪い食べ物、これらの食べ物を食べてもらうためにキャラクターたちには工夫をしてもらうよ。一番運が良くなるのは誰かな。一緒に見てみよう。ここはどこ？またチャレンジなの？なら私から始めるわ。何かな？キャンディーだ。やった。え、これってゴキブリ？こんなの絶対に舐めない。絶対に無理。ポリーの方は何？見てみる。私の方がついてるはずよ。これって手榴弾？危ないじゃないの。ゆっくり押してみるわ。怖い。わかったわ。ああ、よかった。これお菓子だったのね。おいしい。あ、酸っぱいわ。食べてみたい？そう、もっと食べたいな。もうないの？ゴミはいらない。アイスを多めに食べたいな。よだれが垂れてくるよ。手榴弾？早く隠れないと。あれ、なんかおかしいね。ああ、お菓子なのか。面白くない冗談だね。食べ終わっちゃった。あ、キャンディーのこと忘れないでね。忘れてくれると思ってたのに。気持ち悪い。おいしいわ。すごく甘い。丸ごと舐めたいな。あ、ゴキブリのこと忘れてた。お願い助けて。もう無理。これ以上舐めない。そんなのずるい。最後まで舐めて。ガムがあれば食べてたわよ。あ、いいこと考えた。キャンディーが今から消えるわよ。油かたぶら。今度こそちゃんと食べるぞ。ああ、僕の頭が。もう一回見せるからよく見てて。キャンディーが消えたわよ。保冷剤として使えばいいよね。ああ、僕の大好きなアイスクリームだったのに。我慢の限界だ。本物のマジシャンは何でもできるの。これは誰の？キャンディの。そうかそうか、召し上がれ。嘘でしょ。今度は何かな。私から開けるわね。え、これって便器？運が悪かったもんね。ちょっと気持ち悪いわ。どうすればいいのかな。ああ、酸っぱいパウダーが入ってる。やった。まずはキャンディーを舐めてみるわ。おいしい。パウダーにつけたらどうなるのかな。おいしそう。甘い飴と酸っぱいパウダーって最高の組み合わせなのね。嬉しいわ。キャンディーの方は何？見てみるわ。グミよ。いいこと考えた。パスタみたいでしょ。フォークを使って食べてみるわよ。さあ、行くわよ。おいしそう。本当に美味しいわ。マナーについて忘れないようにしないと。あ、ごめんなさい。グミが大好きなの。まだたくさんあってよかった。本当に本当に美味しい。いいこと考えた。交換してみない？飴をあげるからグミをちょうだい。いいわよ。そんなの初めて食べる。気に入るかな？面白い味ね。このグミ美味しそう。飴も一緒に食べたらもっと美味しくなりそうよ。あ、最高。新しい料理を思いついたわよ。準備はいい？じゃんけんポン。
私が買ったのね。何かな？え、レゴ？食べられないじゃない。でも、いい匂いがするわ。ああ、チョコレートなのね。いいこと考えた。お城を建てちゃうわよ。すごいでしょ？すごい。ちょっといい？ダメ。自分のお皿を見てみなさいよ。見るわよ。私の大好きなチップス。絶対に分けないからね。どうやって開ければいいの？うまくいかないわ。ちょっと気をつけてね。あ、踏ん張りすぎちゃった。辛いチップスだって気がついてないみたいね。言わないでおくわ。チップスが大好きすぎて一気に食べたい。キャンディーのお城よりもすごいタワーを作っちゃうわよ。それにすごく美味しいタワーになるの。食べたくてもあげないからね。あー最高。でもなんでこんなに熱いの？あ、口から炎が出てる。あ、私のお城が。いいこと考えた。ポリー待ってて。すぐに助けてあげるわ。あー、よかった。え、嘘。私のお城が破壊された。だいぶ良くなったわ。次からはちゃんとパッケージを読まないとね。一緒に開けない？あ、ラッキー。美味しいものがいいな。やった。見て、新しい口紅よ。青はトレンドカラーなの。甘いキスをしちゃうわよ。素敵なメイクの仕方を教えてあげる。シュガーパウダーに唇をつけるだけよ。見ててね。こうやって出して。さあ、行くわよ。数秒で出来上がり。このメイクは美味しいのよ。お腹空いたら食べられるの。今度はキャンディー。目玉グミよ。本物みたいだけど食べられるの。トッピングにつけてみるわ。すっごく美味しそうでしょ。美味しそうでしょ。食べてみるわ。あ、本当に美味しくなったわ。もっともっとトッピングをつけるわよ。すごい。気に入ったわ。おかわり欲しいな。でも楽しかったわね。今日のチャレンジは気に入ったかな？母の胸待ってるから、また遊びにおいでね。